お疲れ様です。お疲れ様です。今日はまた珍しくロイホ新商品。え、いや、トップ5。トップ5？うん、最大で24時間経ってないよまだ。僕ね、あの昨日の事件で悔しすぎて寝られへんかって。何モンモンしてなんかないかいって、もうずーっとパソコンで調べてロイヤルホフトあるやんけ、待って行こう。ちょっと高い結構すると思うで。行くぞ、行きましょう。はい、で、うん、うん、めっちゃうまそう。これでしょ、オマールエビと不定期。うん、うん、めっちゃうまそうやん。昨日サイゼ行ったから、はいはいはい、全然違うな。そうだね、まあ、価格が5倍ぐらいするけど、トップハイブ余裕やろうな。ではでは頼んでいきますね。これ多分多分多分かんやね、かんや。ではでは、これがですね、はい、第5位のアンガスサーロインステーキ 225g でございます。ほう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 、めっちゃ嬉しい。お肉やソースがね、うん、ランキングでちょっと書かれてなかったんだけど、うん、柴さんが好きそうなガーリックにしときましたね。お、やったぜ。ということで、いただいていきましょう。どうぞ。まずは、はい、ちょっと待って、ナイフにナイフやん何してんのじゃあ、いただきます。はい、これなんだ。まあ、食べてみるね。うん、まずはちょんちょんとしまして、いただきます。うん、おいしい。これ何？ラード的な感じ？違う、ソース。あ、ソースなの？うん、ちょっとガーリックソース。あー、なるほどなるほど、うん、お、いい感じね。レアだね。うん、これよ、ドボン。あー、いいなー、うまそう。美味しいでしょ。あー、行っちゃった行っちゃった。どうですか、今日のトップ5。嬉しいでしょ。嬉しすぎる。金額的な問題は加算できますけども。なんな、うん、男が考えたらあかん。え、オープニングで先生高いで言ってましたよ。うまっ。いや、これね、やっぱりね、うん、お肉がうまいわ。うん、あー、あっという間にご飯なくなってもだな、うん、最高やな。幸せ。はい、ええー、なあ。これ脂身やで、脂身。うわー、プルプルしてる。やろ。うん、僕には無理だ。うん、おい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 、最初からそんなことして大丈夫か。パフェ好きやもんね。うん、ごちそうさまです。じゃあ次は何かな。これが第4位の黒黒ハンバーグのレギュラー、おー、ブラウンバターソースでございますよ。めっちゃうまそう。めっちゃ美味しそう、これ。でしょでしょ、たまらねえ。いいね。うわ、肉汁がすごいで、これ。うわー、うわ、しかもぎっしりだね。あ、うわ、割るだな、それね。これをさらに、こっから、あ、ここすごい肉汁、ほら。あー、ほんとだ、ほんと。うわー、いいなね、いただきましょう。うん、おいしい。最近ほんまあのファミリーレストランもクオリティめちゃめちゃ上がってきてますよね。これ、うん、僕ね、正直ステーキの方がうまい。あー、クルシバランキングではこれが格上げ、あ、ステーキが格上げされると、うん、でもね、やっぱりね、香りがいいね。そうだよね。で、これポテトも食べた。ポテトと ね一緒に食べると美味しいんだよ。ソースをめっちゃかけてよいしょ。うん、スプーン欲しいよね。スプーンないの？ないんだね。うん、それ鉄板に口つけて食べてもいいやね。ちびるのに剥がれると思うけどな。素晴らしい完食です。ごちそうさまです。はい、はい、こちら3位のガーリッククリームソースです。あ、先ほど食べましたね、4位の黒黒ハンバーグのソースが違う感じでございます。うん、なるほどね。今日卵があるからね、嬉しいね。そうだね。うん、じゃあいただきます。はい、どうぞ。塩ないんだよな。うん、何にかけたかったの？これな、目玉焼きのな、黄身の部分だけにお塩かなり多めにガーってかけたらさ、うん、なるほどね、めっちゃ美味しいんやね。知ってる？じゃあいくよ。儀式が始まります。あー、うまそう。やばいな、これ。テリーやばいよな、これ。卵はな、神やでな。神だね。なあ、で、これをさらにいくと。そう。うわー、悪だねー。うん、ち
下やな。一緒やな。うん。だけんこだんご、今だいぶするわ。そうやな。うん。まあでも卵拭いたし、ソース買ったし。ソースまだ使ってない。卵食べよう。ちょっと難しいな。何してるの？布団畳むみたいに持っていくやめてもらえる？布団って。いや、見てよ、畳から布団やったやん。違うねんって。お願いします。あ、結構ちょっとドロッとしてるんですね。そう、全然わからん、ガーリッククリームソース、ね、そうだね、デミソースかなって思うでしょ。はい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 、すごいね、まろやかな、はい、あのガーリックソース。おお、めっちゃまろやかやから、うん、まあさすがにね、ご飯が3泊続くときついですよね。ゆーちゃん、はい、味一緒や。そうやな。にポテトとか言うなよ。それは言うときます。違います。散々僕ではめられてきてるけども。そう、人間不信なんだ。なんかほんまめっちゃ腹立つねん。こうやって喋りながらさ、うん、頭テカってんねんて。もう光の加減やんの。いや違うよ、これは。これはもういじめや。違う、悪口や。悪口ちゃう。見て、自分のショット。あー、テカってる、眩しい。そうやろ。どう、3回目のパセリ。いや、あの顔もどこそのけでええんちゃいます。中和されてな。うん、悪抜き、うん、悪だ、悪抜き。僕そこまで言うてんですね。いや、もうポテトとトウモロコシのあの尺はええかな、取れ高的に。いや、ええかなとかそういう問題じゃないねんて。はよペロッとしてよ。いや、おんねん。僕分かった、トップ5の時のうまい食べ方。何？これかけない。うわあ、おった。かけるとね。はい。このソース分もいかんとダメなの。やっぱ食べに来るっていう前提でやってほしいかな。その柴田さんが来るし、うんうんかんのんじゃなくて、皆さんが食べに来る。3位からもうさ、僕そういうのないから。なんで？3位がもう一番きつい。ここでこのお腹のキャベツもう無理なんちゃうかな。こちらがですね、はい、第2位のコスモドリアでございます。おー、ぐつぐつ言ったろね。めっちゃうまそうやねんけど、うん、このグツグツ感とこのチーズ感で、はい、中のこのドリア、はい、重い。今じゃないと。いただきます。どうぞ。お、なんか、うわうわ、ちょっと待って、どうなってるの。熱いで。うわ、うわ入ってるこれ。入ってるよ。あ、ほんとだほんとだ。熱いで、気ぃつけや、ほんまに。これは熱いな。うん。ちょっと15分ほど置くか。そう、大きすぎや。うまい。そう、うん。ここのクリームソース。はいはいはい、はい。これめちゃめちゃうまいね。濃厚で、ちょっと甘みはレモン風味でちょっとさっぱりしてる。そう、レモン添えてるだけやの風味あるんですか？あるある。へぇ。むくむくうまい。これはいい。ただ、はい、今じゃない。だ、僕はこれと、うん、5位のアンガステーキ。ライスじゃなくてこれをご飯代わりにってこと。いや、ライスもつけてこれもつけて。あんた普段でも食うんやん。やったら最高やな。あ、うん、何これ、なんかある。なんだこれ、ちょっと食べてみる。さつまいもや。甘みの元はそこから来てんじゃない、うん、そうやわ。めちゃめちゃ甘い。チーズのちょっとしょっぱさとこの甘さが合うよな。あー、なるほどなるほど、うん、あっ、熱っ、うん、おいしい。おいしい。これレモンがどんな状態か分かれへんのにさ、うん、残しといてよかったの。これどうアクセントになるか分かりませんやん。ホットレモンやで。うん、いけるこれ。美味しいはずやね。酸っぱっ。酸っぱんげ、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 酸っぱんげ。何回言うね。字幕大変やんか、やめろ。
お父様でした、はい、ドリアで持っていかれたもう最後の僕のセーフティーゾーンが1位なんですよ。何を予想しますか。目玉目居酒屋かよし頼みましょう。ではでは、はい、第1位なんですけども、もう見えてる。ちょっとがっかりしたわこちらがですね、ほうほう、第1位の助かったオニオングラタンスープでございます。助かった、美味しそうだね。ショック再来やわ。そうきたか。めちゃめちゃちっちゃい。ちっちゃ。あ、ちょっと待って、これ何？玉ねぎ？うん。これでもさ、これで引きで取るとさ、うん、めっちゃちっちゃいよ。うん。どう？混ぜて食うと美味しいもん。ドリアの濃厚さで、うん、今更これ来てもあまり心にグッてくるものがないみたいな。しかもトロトロやからさ、はいはいはい、ほぼ液体っていう。ああ。ありがとうございます。これいくらなの？そういうことか。これ単品で食べるんじゃないんや。ご飯セットとかで食べんねや。もう今から頼んでいい？やらかしたな。絶対グラタンスープ言うからご飯のセットだから思えへんやん。だから僕は、うん、僕が頼むのはアンガスステーキに、うん、グラタンスープセットのライスにして、うんうん、ドリア。ああ。これで決まりっす。いやほんまにこれが噛み入ってた。これがもう一回ドリア級の来たら、うん、マジで僕食えてなかったぞ。楽勝でごちそうさまでした。悔しい。食べましたな。食べた。こう見ると結構食べたね。そうだよね。やっぱり肉がもういいなってなるのは分かるわ、うんうん、ごちそうさまでした。はい、悔しい。大満足。もう一回入れへん。あのね、うん、こう同率5位よって見落とした。同率ってだから何やねん。おかしいやん。同率にオムライスおって。帰ろう。何やねん。帰るな。行こうや。行くか。誰が行くか。お願いやから。アホか。腹はち切れてまうわ。覚えとくや。残念。お疲れ。ジリー。